みなし仮設を国の制度として取り上げさせましたのも、愛知次郎議員の大きな功績であります。しかし、本人はあまりそういうことを PR しないものですから、仕事をしっかりしたという印象を県民にまだまだお訴えをしていない面がございます。どうか皆さん、これからの戦い、決して楽な選挙ではございません。どうか皆様方の熱い思いを一票一票現実の票として作り上げていただき、明日からは期日前投票もできますので、愛知次郎のために皆様方の力強いご支援を心からお願いを申し上げます。同時に自由民主党全国比例29名の候補者それぞれ頑張っておりますので、この全国比例の皆さん方にも皆様方の熱いご支援をお願いを申し上げ、さらに有党でございます公明党比例代表で出ております若松兼重さんにも皆様方のご理解ご支援を賜りますようにお願いを申し上げ、最後に改めて心を一つにして愛知次郎当選のために頑張っていただきますこと、高いところからではございますが心からお願いを申し上げ、選対本部長としてのご挨拶にさせていただきます。本日は皆さん本当にありがとうございます。続きまして、愛知次郎候補の常日頃の活動を支えてきた後援会を代表いたしまして、佐藤久一郎会長よりご挨拶を申し上げます。日頃皆様方には愛知次郎候補を応援していただいておりますことを心を込めて感謝を申し上げる次第でございます。いよいよ戦いの時が参りました。後援会一丸となってこの戦いを戦い抜く覚悟でございます。皆様方には被災地宮城県としてこの復興を何としても加速させるために、自由民主党公認候補愛知次郎をどうぞ最後の最後までご支援を賜りますように心から お願いを申し上げまして、ご挨拶をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、自由民主党宮城県支部連合会を代表いたしまして衆議院議員伊藤慎太郎会長よりご挨拶を申し上げます。皆さんおはようございます。ご紹介いただきました自民党宮城県連伊藤慎太郎でございます。自民党宮城県局公認候補愛知次郎さんは、まさに今宮城県が日本が必要としている政治家であります。今政治に必要なのは軽はずみな言葉ではなく、確かな実行力、そして国民県民のことを、被災者のことを本当に思う優しい心であります。愛知次郎さんは優しい心、揺るぎない意志の力、そして高い志を持った素晴らしい候補者であります。日本そして宮城県こう経済再生、そして国民の生活、国家の維新、大きな課題に直面しております。政治に一刻の猶予はありません。こういう時こそ愛知次郎候補のように確かな実績、力強い実行力、そして未来に向かっての大きな
を取り戻し、復興を進め、経済を強くし、そして誇りある日本を取り戻す唯一の道であります。ぜひ今回のまさに日本の分水嶺、宮城の分水嶺ともいえる大変な戦い、皆さんの大きな力で愛知一郎候補を勝利の道へ、そして大勝利の道へ押し上げていただきたく、高い席でありますがお願いする次第でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。そして今回の戦いはまさに政治が安定を取り戻し、口先政治ではなく実行する政治、失われた15年を取り戻し、しっかりと国民の懐が温まる実態のある経済政策を果敢に実行できるか、失われた日本の外交安全保障の力を取り戻して、日本が国民をしっかり守り、我が国の領土と主権、我が国民の財産生命を守れるか、その力を十分に取り戻せるか、その戦いであります。今日まで衆議院で非常に早く通過した法案が、政治が参議院で過半数止まってしまう、またほったらかしのまま1年経ってしまう、そんなことが多くあります。この事態を打開するには、今回の選挙でぜひ自由民主党と公明党が参議院で過半を得ることが絶対必要であります。自由民主党29人の多種多彩なそれぞれ素晴らしい全国比例の候補を立てております。ぜひ皆さんにそれぞれの全国比例に対しても大きなご支持をいただきたいと思います。そして併せて政権与党有党である公明党の若松兼重さんについても皆さんの全幅のご支援をいただきたいと思います。今回の戦いは日本が宮城が本来の力を取り戻し、政治が安定を取り戻せるかどうか、その戦いであります。どうぞこの戦い、皆さんと共に勝って、明日の日本を、明日の未来を、そして復興の加速化を進めてまいりましょう。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、本日県選出衆参国会議員多数おいでいただいております。まずはじめに西村明宏衆議院議員、よろしくお願いします。皆さん、おはようございます。仙台市内はもとより、県境の市町村からも多くの皆さんにおいでいただき、愛知候補も大変心強く思っていることと思います。拍手ありがとうございます。ようやく今年になって少しずつこの復興にスピード感が増してきたなと感じ始めていらっしゃるんではないでしょうか。そして経済もようやく少しずつ動き出してきたな、良くなってきたなという感じをようやく感じ始めていただいているんではないでしょうか。これはすべて政治が着実に一歩ずつ前へ進んでいるという証でございます。政治はパフォーマンスではないということを皆様しっかりとご実感されていることと思います。この確かな一人で政治が一歩ずつ進んでいくことが復興への第一歩、第二歩となります。そして日本経済の立て直しの大きな前進へとつながります。どうか今お話があったように、自民党、公明党でしっかりと過半数を維持するために
続きまして土井徹衆議院よろしくお願いします。おはようございます。テーマ短くというお話をいただきました。今日こうやってお集まりをいただいて皆さん方の心は一つだと思います。何としてもこの宮城選挙区から愛知地方候補またに圧勝して国政にまたお送りをいただいて自由民主党公明党の連立政権の中で政治を前に進めていく国民の皆さん方に責任を持った政治をしっかりと行っていく。この宮城では震災からの復興復旧を確実に進めていく。この壊れた地域経済をしっかりと立て直していく。暮らしに安心をしっかりと確実に持ってもらえるような、そういうこの地域経済、地域の暮らしにしていく。子育てもまた介護もそうであります。ぜひ皆さん自己を語っていただいて、この日本を、地域を皆さん方が暮らしやすい、経済活動がしやすい、そういう地域に作り変えさせてください。そのために愛知地方公最大限のご支援を最後の最後までお願いを申し上げ、共に頑張ってまいります。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして大久保美男衆議院議員よろしくお願いします。おはようございます。宮城5区石巻の大久保美男でございます。ねじれ解消のため、決める政治のため、自由民主党一丸となって愛知二郎候補の必勝のため頑張らせていただきます。また必勝の後はぜひ良き伴侶を見つけていただき、衆議院議員大久保美男、愛知二郎参議院議員、一緒になって少子化対策のためにも頑張ります。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして熊谷豊参議院議員お願いいたします。皆様おはようございます。参議院議員の熊谷豊です。私は愛知次郎候補の後輩として皆様にぜひお伝えしたいことが一つあります。まだ愛知次郎候補は勝ってません。17日間皆さんと共に心を一つにして復興の加速化に邁進していきましょう。以上で頑張りましょう。大変力強い挨拶ありがとうございます。本日多くの県議会議員駆けつけていただいております。代表いたしまして中村功県議会議長よりご挨拶をいただきます。皆さんおはようございます。ご紹介をいただきました市長の中村でございます。本日は朝早くからこのように大勢の皆さんに支えられて愛知次郎候補3期目の挑戦へスタートを切ることができました。このことは長い17日間の選挙を考えますと皆さんから大きなエネルギーをいただいたということで、候補者とともに皆さんに心から御礼を申し上げる次第でございます。さて今回の選挙、昨年の暮れに自民党が政権を奪還いたしました。以来今日まで高い支持率を誇っておりますけれども、それにその後に行われましたさまざまな地方の選挙ではなかなか支持率とその得票率が連動しないという非常に危機感を私たちは覚えています。まあ、そういう中でいち早く今年の春に県議会の中で33名の自由民主党県民会議という会派が全員で参加をいたしまして、相沢光也先生を会長にして愛知次郎君を支える県議の会を結成をいたしました。その後県内各地でさまざまな形で愛知次郎さんのトップ当選に向けて
努力をしておりますし、また今後もその手を緩めることなく、トップ当選を実現するまで私たちは頑張ってまいることを皆さんの前でお誓いを申し上げたいと思います。非常に厳しい選挙でありますけれども、何としてもトップ当選を果たしていただき、そしてまた今国の政治の大きな課題であります衆参のねじりを解消していただきながら、ぜひとも安定した日本の政治というものを築くために努力をお願いを申し上げたいと思っております。改めて本日お集まりをいただきました皆様に心から感謝を申し上げますとともに、21日まで手を抜くことなくトップ当選に目指して頑張ってお互いに協力してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。中村県議会議長、心のこもる温かい激励ありがとうございました。続きまして、本日県内多数の市町村の組長の皆様、そして議長議会議員の皆様駆けつけいただいております。代表して佐藤正明仙台市議会議長よりご挨拶を頂戴いたします。おはようございます。宮城県内の市町村を支える議会議員を代表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げます。戦いの火蓋が切って落とされました。ただこの戦いは勝てばいいという戦いであります。勝ち切ることが大切であります。干渉することが大切であります。そのためには我々市町村の議員、そしてここにいらっしゃる地域の皆様の声をしっかりと国に届けていく、そういう政治を成し遂げていく、そのことが大切であります。そのことのために皆さんと共に力いっぱい頑張りますことをお誓いを申し上げまして、私のご挨拶いたします。頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、愛知次郎候補のお父さんであります愛知和夫元衆議院議員よりご挨拶を、お願いのご挨拶をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。もう私の、まあ、出る幕ではございませんけれども、ご指導いただきましたので大変恐縮をいたしております。おかげさまで元気になっております。今回の選挙で一番心配なのは自民党の評判が良すぎるということでございまして、こういう状況の中での選挙というのは非常に難しいんでございます。私は心配でなりません。どうぞ皆様方には格段のご支援をいただきますように心からお願い申し上げ、まあ、私も老骨に口を打ちまして一生懸命頑張らせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。激励のご挨拶の最後に雄党代表いたしまして、公明党全国比例候補者であります若松兼重候補の選対副本部長であります横山新一衆議院議員よりご挨拶をいただきます。皆さんおはようございます。公明党の参議院議員の横山新一でございます。今日は雄党の自民党愛知次郎候補の一緒のために駆けつけさせていただきました。参議院は今ねじれております。これを今回の選挙で解消しなければいけません。あの参議院の国会閉幕のあの時、参議院では何が起こっていたのか。国民本位の政治を忘れ、政局のための政治をしてしまう、被災地のことなどどこに行ったのかわけがわからない、そんな参議院はもうたくさんなんです。今こそ政治を本能に戻さなければいけない。そのためにはどうか自民党公明党を勝たせてください。愛知次郎何としても勝たせていただいて、そして私たちも今回比例区に若松兼重候補を立てて頑張っております。若松兼重ともども愛知次郎必勝のために全力で頑張り続けてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。それでは皆様からの熱い激励と声援を受けて
愛知地方本人より皆様に決意の表明をさせていただきます。よろしくお願いします。改めまして皆さん、おはようございます。本日は朝早くからこんなにも大勢の方にお集まりをいただきました。本当にありがとうございます。いよいよ戦いが始まりました。改めて言うまでもなく、この戦い、まずは自公で参議院で過半数を確保してねじれを解消し、安定した政権を作り出すこと、それが何よりも大切な選挙であります。ただ一方で、今自由民主党大変有利だという話がされておりますが、選挙は最後まで何が起こるか分かりません。しっかりと気を引き締めて最後まで戦っていかなければなりません。私は6年前の選挙を経験しました。あの時、公示前から閣僚の出現が相次ぎ、また公示後も政策とは全く関係のないところで多くのご批判もいただきました。これらのことはやはり政権運営の緩み、慢心から生じた事態でもありました。そして議案をした3年3ヶ月、我々はこれらのことをしっかりと反省をし、教訓として生かしていかなければいけません。その上で安定政権のもと、責任ある政治を実行してまいります。どうぞ皆さんの絶大なる力を改めてお願いを申し上げる次第であります。課題は山ほどあります。我々にとって最も重要であります震災復興、それをしっかりと進めるためにも、まず景気経済をこれは確実に回復をさせていかなければいけません。現在株価は乱高下をしておりますが、行き過ぎた円高は是正され、そして景気経済が上向きに動いていることは間違いありません。これをしっかりと本物にしなければいけません。一方、まだまだ実感がないと言われることもあります。ただ皆さん、まだ半年しか経っておりません。わずか半年で経済回復できるのであれば、これは誰も苦労はしません。やはりこれからが大事であります。最低でも3年間着実にあらゆる政策を総動員して経済の回復、これを本物にしなければなりません。ぜひご理解を賜りたい、心からお願い申し上げます。そして改めて申し上げますが、我々にとって最も大事な課題であります震災からの復興であります。これは一日でも早く成し遂げなければなりませんが、ただ全てを一気に進めるのはやはり難しいと言わざるを得ません。しっかりと優先順位をつけて、メリハリのある復興政策を実行していかなければなりません。まず最優先とすべきは、被災者の皆さんの住まいとなりわいであります。宮城県内でも未だに4万8000人を超える方々が仮設住宅で暮らしていらっしゃいます。今日何百人もの方がお越しいただきました。また今私の声を聞いてくださっている方々、もしかしたら何千人もいるかもしれません。その何倍どころか何十倍もの方々が未だに仮設住宅での生活を強いられています。この方々の生活を取り戻すこと、これを最優先に頑張ってまいりますので、この点の後押しをしていただきたい、心からお願いを申し上げます。頑張ってまいります。そしてもう一点、大事な国にとっての課題があります。外交防衛、外交をしっかり取り戻していくことが大切であります。領土問題に関して大変残念でありますが、総理大臣経験者の心ない発言がありました。改めまして申し上げます。尖閣や竹島、そして北方領土は我々固有の領土であります。このことを毅然と主張して、堂々たる外交を展開していかなければなりません。誇りある日本を取り戻すために、我々力を合わせてこれから臨んでいこうではありませんか。皆さんのお力、絶大なるお力をお貸しいただきますことを改めてお願いを申し上げます。
それ以外にも多くの課題がございます。教育、子育て、医療、福祉、環境、エネルギー、財政の問題もあります。そして新たなる未来への農林水産業の再構築もしていかなければいけません。多くの多くの課題があります。すべてはやはり安定した政権のもと、責任ある政治でこの課題に立ち向かっていかなければいけません。残された期間わずか17日でありますが、私はその先頭に立って全力で戦ってまいります。最後の最後まで皆様方の熱いご支持ご支援賜りますように心からお願い申し上げまして、決意表明とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。お集まりをいただいた本当に多くの皆さん、ありがとうございました。愛知二郎、愛知二郎、皆さんの熱い思いを受けて選挙戦、これから17日間しっかりと決頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様、本当に背中をこのように大きな皆様に。お集まりいただきまして、ご清聴賜り本当にありがとうございます。愛知、愛知二郎、愛知二郎、本日より向こう17日間にわたりまして、この宮城県内を回りまして訴え続けてまいります。どうか最終最後まで力強くご支持ご支援を賜りますようよろしくお願いをいたします。今回の選挙は本当に重要な選挙でございます。どうぞ皆様の力強いご支持ご支援、心から頼りに戦い抜いてまいります。愛知二郎、愛知二郎と賜りますようよろしくお願いを申し上げます。もちろん選挙権はありますよ。